親友の告白高校の卒業式に友人 A は同級生で親友だった男 B に告白された A はショックで混乱しつつも B を傷つけないよう丁寧にお断りしたそうだしかし B から「一度だけデートしてほしい」と懇願され情もあって 承諾ししたらしいで実際デートしたんだが別れ際に「俺が女だったら A は俺と付き合ってくれたか?」と聞かれたそうな B は県外に進学する予定だったしおそらくもう一生会わないだろうという思いと2人で楽しく過ごした学校生活を思い出したこともあって 急に寂しくなり、「お前が女だったら付き合うどころか結婚してたかも」と答えたらしい B はそれを聞いて泣きながら「ありがとうごめんなさようなら」と言って去り A も涙が止まらず B の背中が小さくなって消えるまで見送ったそうな。 それから数年後 A はバイト先で知り合った C という女の子に告白され付き合った C はことあるごとに「ああ女に生まれてよかった」という癖がある子だったある日 C がやたら上記のセリフを繰り返すのでいつもは聞き流す A も「なんで?」と聞いた すると C は「だって私が男だったら A は私と付き合わなかったでしょ?」と答えたその時 A の頭に浮かんだのが B の顔それまではめったに思い出すこともなかったのに C のこの言葉が B が別れ際に言った言葉と全く同じ話し方だったらしい しかもこの会話があった場所は B と別れた場所と同じだった。その時は偶然だなぁと思っただけらしいんだけど、それから C の行動を注意してみると、驚くほど B とそっくりなことに気づいた。笑い方、食事の仕方、本の読み方とかの仕草、好きな食べ物、好きな音楽や、 映画などの思考物も実は全く一緒だったらしい A は B は性転換と整形をして C になり俺に近づいたのかなんてことも思ったが C の親にも会っていたし C の女子高時代の友人にも会っていたし第一身長が違う B は170センチ超え C は150センチちょっとと かなり小柄だからただの偶然だ似てると思うからそう見えるだけだと自分に言い聞かせたらしいしかしある日 C 宅で A と C が2人でテレビのロードショーを見ていた時 C が「これ懐かしいね最初のデートで見たよね」と言ってきた。 A はぎょっとした。その映画は B とのデートで見たもので C とは見に行っていないからだ「この映画やったのって俺ら知り合う前だよ前彼と勘違いしてない?」と言うと「嘘、一緒に見たよ」と言って聞かないそれどころかその日の A の行動を細かく話す。 ホットドッグのケチャップをこぼしたこととか、釣り線間違えられて得したこととか、しかも、それはすべて事実。さすがに怖くなって、A は適当な理由をつけて帰宅した。それからは A は C のことが怖くなり、好意もなくなってしまったので、別れを告げた。別れ話は修羅場で、 C は泣くは暴れるは死のうとするは手がつけられなかったらしい結局 A はバイトを辞めて一時は家族や友人一同にも音信不通となって県外へ逃亡連絡が取れるようになってから事の顛末を聞き男らしくないなぁと私が言うとだって 結婚するって言ったじゃん。だからこの女になろうと思ったんじゃんって、C が言ったんだよ。手首切った後に、絶対やべえって思うじゃん。と、A は答えた。最初話を聞いた時は、仕草や思考物の一致は偶然、映画云々の話は、A と C の勘違いだと私は思ってたんだけど、 この女になろうと思ったという C の言葉は怖いなと A は今再び音信不通状態なんだけどこのすれ見て思い出したので投下してみました雪を小学校の頃 俺のクラスにユキオっていうやつが転校してきた小柄でハーフっぽい顔でどことなくおどおどした感じのやつだったユキオには両親がいなくてじいちゃんばあちゃんと一緒に暮らしていたその辺の事情を先生は教えてくれなかったがユキオ本人から聞いた俺たちは最初のうちユキオをいじめた と言っても金を脅し取ったりとかじゃなくてすれ違いざま背中にエルボーをしたり筆箱をカッターで切ったり集会の時におならをしたと騒ぎ立ててみたりまあ他愛もないものだったと思うそれでも本人にはつらかったかもしれないけどだけど幸男は普段おどおどしてるくせに そんな時は妙に根性を見せて、泣いたり、無気になったりすることがなかった。先生に告げ口もしなかった。だから、あまり面白くなくて、そのうち俺らもいじめたりしなくなった。ただ、雪男はよく学校を休んだ。月にどれくらい休んだのかは忘れたけど、 しょっちゅう休んでたっていう印象は残ってるその頃うちの学校では給食のパンを休んだやつのところへ同じクラスで近所のやつが届けるっていうルールがあった幸男の家にパンを届けるのは俺の役目だった家は結構離れていたけど同級生では一番近かったし よく通る帰り道の途中だったし幸男の家は木造の文化住宅でいかにもじいちゃんばあちゃんが住んでそうな家だった中に入ったことはなかったなんとなく暗い感じで俺的に嫌な雰囲気の家だったパンを届ける時はいつもばあちゃんにパンを渡してそそくさと帰った ある日また雪雄が休んだので俺はパンを届けに行った玄関で呼ぶと珍しく雪雄本人が出てきた風でもひいているのか顔色が悪い雪雄は俺に家の中に入るように誘った何々があるからやろうよとか言ってそのおもちゃは 俺の欲しかったやつだったんで嫌な感じを振り払って家の中に入った雪男の部屋に入ってちょっと驚いたそこら中にシールやステッカーがベタベタと貼ってあってその中には神社のお札みたいなのも混ざっていた俺らが入ってきた襖にも隙間がないくらい貼ってある なんだこれおじいちゃんとおばあちゃんがお札を貼るんだけどそれだけだとなんとなく怖いからシールも貼るんだゆきおが自分で書いたようなお札もあったお札破ったらいいじゃんそんなことしたらおじいちゃんに怒られるしゆきおは口ごもってしまった その日はユキオの部屋で1時間ぐらい遊んで帰った次の日もユキオは学校を休んだ先生が俺にユキオの様子を聞いてきたなんか調子悪そうだったよと言うとそうか休むっていう電話もかかってこないからどんな様子なのかと思ってな電話してみたら いや、したんだけど誰も出ないんだおじいさんかおばあさんはいたかうん昨日は見なかったうん休むんだったら電話してくれってユキにでもいいから言っといてくれその日もユキの部屋で遊んだユキはおもちゃをたくさん持っていた少しうらやましくなって聞くと お父さんとお母さんが買ってくれたと答えた。お前のお父さんとお母さんってどこにいるんだよ。死んだよ。ユキはあっさりとそう言った。なんで交通事故。おもちゃをいじりながらうつむいて答えるユ男を見て、 さすがにこれ以上は悪い気がして話を変えた明日は学校行くうんわかんないお前大丈夫かよ休む時は電話しろって先生言ってたぞ、うん、ごめん俺に言ってもしょうがないよおじいちゃんとおばあちゃんは奥の部屋にいるよ じゃあそう言っとけよな。眠れないんだ。はお父さんとお母さんが夢に出てきて僕のことを呼ぶんだ。雪を、雪をって僕のことを何度も呼ぶんだ。それが怖くてだから眠れないんだ。昨日は腕をつかまれた。 僕を連れて行くつもりなんだ俺はだんだん怖くなってきてもう帰るというと雪雄はやけにしつこく引き止めたお前が怖いのはわかるけど俺がここに泊まるわけにはいかないだろう。なんで俺んちはお母さんが心配するからそこまで言って やばいっって思った雪オはうつむいて何も言わなくなってしまった俺はいたたまれなくなって雪キの家を半ば飛び出すように出て行った次の日も雪男は学校を休んだ先生は一緒に行くと言って帰りに俺を車に乗せて雪男の家に向かった 先生が玄関で呼んでも何の返事もなかった玄関を開けると先生が顔をしかめた靴を脱いで家に上がった台所や雪男の部屋には誰もいなかった雪男の部屋を出ると右手に部屋があった雪男が昨日行っていた奥の部屋というのは そこなんだろうと俺は思った先生がそこの襖を開けたその途端先生は立ちすくんですぐに襖を閉めたその一瞬の間に先生の体越しに部屋の中が見えた雪男の 血まみれの顔が見えた。それから先生が警察を呼んだんだと思う。その日のそこから先のことはほとんど覚えていないけれど、警察は来ていた。次の日、先生が雪男とじいちゃんとばあちゃんが死んだことをクラスのみんなに伝えた。けれど血まみれだったとは言わなかった。 ただ死んだと言った後で俺は先生にユキオの夢の話をした」「先生はしばらく黙って聞いていた」「そして誰にも言うな」と言って俺にユキオの両親のことを教えてくれたユキオの親の死因は自殺だった」 一家を図っていた「雪男はその時運よく生き延びてじいちゃんばあちゃんのところへ引き取られた俺はそれを聞いてもそんなに驚かなかったなんとなくそんな気がしていた何日かして俺は警察に呼ばれて雪男の家へ行った時のことを話した」。 のの夢のことも話した警官は俺にその話が嘘でないかをしつこく聞いた俺は嘘じゃないと何度も言った本当に君はあの家でユキオ君からその話を聞いたのかいうん一緒に来ていた先生が困った顔をしていた 警官が先生に向かってひょいひょいと手を振ったそれが合図だったのか先生はしばらく考えてから俺に言ったあのな俺とお前が幸男の家に行っただろうあの時先生は言いにくそうだった俺は嫌な予感がした あの時幸男たちは間違いなく死んで三日はたっていたんだ「無人の世界」この話を友達にしたらアメリカの有名人の体験談を思い出したと言われましたにぎわっているはずの空港に行くと 自分以外誰もいなかったという話らしいのですが友人は詳しく覚えていないというので誰かわかる方がいたら教えてくださいそれで私の体験談ですが2年前の出来事で当時は看護師をしていました今は派遣事務の仕事に就いていますが我ながらよくあの殺人的なシフトをこなしていたなと 感心します178時間の拘束は当たり前の世界ですからその日は二交代勤務の日勤でした朝7時半頃いつもの通用口を通ったのですが院内が不気味なほど閑散としていました人の気配が全くないのですいつもなら朝食などでバタバタしているはずなのに 私は更衣室に向かいましたが同じシフトの同僚すらいません携帯で連絡をしてみると電源が入っていないか電波が届かないというメッセージが流れますとりあえず引き継ぎのためステーションへ行こうと思いましたがその途中職員どころか患者さんまで見当たらないのです それまでこんな異常事態に遭遇した試しがなかったので怖くなりましたとにかく誰でもいいから探そうと思い立ちましたがむやみに歩き回るのも恐ろしく感じて内線電話の受話器を取りましたしかしあの「ツー」という発信前のダイヤル音さえ聞こえないんです 軽くパニックっていた私はもう一度自分の携帯で片っ端からかけようとして取り落としてしまいました慌てて拾い携帯の待ち受け画面を見ると実家の番号が出ており迷わずダイヤルしましたいつも聞いているあの発信音が聞こえたときには涙が出ましたガチャッという音とともに 私はし立てました。「もしもしお母さん私」「あんた今どこにいるのまるさんから連絡あったわよ病院から時間になっても来ないからもしかして事故にでもあったんじゃないかって」「それを聞いて私は力が抜けたというか腰が抜けその場に座り込みました」 そしてぞっとするようなものに気づきましたそれは先に携帯を落とした場所にバッテリーが落ちていたのですバッテリーもないのに母と会話をしたのです携帯を投げ出してどこに向かうでもなく私は逃げ出しましたどこをどう走ったのか覚えてませんが 通用口近くまで来て一歩も前に進めないほど疲れ果て中腰の姿勢のまま息を整えようとしましたあともう少しで外に出られるのにどうしてそこで休もうとしたのかいまだにわかりません私はふと顔を上げました目の前には壁に設置された姿見がありました しかしよくよく見ると、鏡に映っていなければならない私の姿がなかったのです。そこで意識を失いました。目覚めた時、私はステーション内のソファーの上にいました。周りはいつもの活気ある職場です。私が最初に連絡し、自宅に電話をくれた同僚が言うには、 通用口近くで私は倒れていたらしいのです不思議なのはそれを彼女に教えてくれた方がいたのですがどうしても思い出せないと言います実際彼女はその人を見たのにどんな顔だったのかどれくらいの身長だったのか性別さえも思い出せないのです その同僚に私もいろいろ質問されましたが私の身に起きたことを裏付ける確固たる証拠が挙げられませんでした投げ捨てた携帯電話や更衣室のロッカーに入れた所持品が何もかもなくなっているからですそれに私の見た大きな鏡さえ 元々ないのですから「嫁の飯がまずい」「結婚して50日嫁の飯がまずいと結婚してようやく気づいた」「袋入りでソースが粉の焼きそばをフライパンの縁いっぱいに タプタプに水を入れてこね回しなんだかよくわからないぶよぶよで焦げ臭い塊に炭化したパセリと生の白菜セロリ生の鶏肉の切れ端が混ざったものにしたのを出されてようやくダメだめだと本格的に気づいた食欲がないと言って残したら 次の日の弁当に無理やり割ったそれが入っていて会社の同僚に見つかった泣きついたその夜は同僚の家にお邪魔した同僚の奥さんはかなりの飯馬、ま、同僚も奥さん本人もうまくない凝った料理は作れないというが基本の料理をきちんと作れて 家庭のお惣菜は何でも濃いの昔のおかんという感じの人。超うまいチキン南蛮と自家製青じそドレッシングのかかった京菜と新玉ねぎのサラダと新じゃがいものきんぴらと豆腐と油揚げの味噌汁と真っ白いご飯を食っていたら泣けてきた。 本当にどんどん泣けてきて、ついに号泣。二十九の男が、おんおんと声を上げて泣いた。同僚と奥さん、あぜん。俺も正直あぜん。どんどん食べな、と、ご飯を追加で炊いてもらって、ご飯を鍋で炊いているのに、さらに泣いた。本当に、どれだけうまい飯が嬉しくて、 まずい飯がどれだけ答えるかを知ったご飯を二合食って泣きながら嫁の飯がまずくてどれだけ言って聞かせても逆切れするだけと話した弁当箱の中に残していた焼きそば的なものを見せて泣いて話した奥さんは 「私も他人のことは言えないよ」と同情的だったがそれを見て絶句「焼きそばだというとうん」と困り顔。奥さんも仕事を持って忙しいが本当に基本のことなら私でよければ」と「料理を嫁に教えてくれる」と言ってくれた。 帰って嫁に「同僚の A の奥さんが料理を教えてくれるってよかったら教わってみないか?」と言ったら嫁がん切れ「結婚した時のパーティーの後 A さん送って行った時に見たわよあの人あんなブスに襲われるはずないじゃない」「いろいろあって今離婚協議中」 ああ、「この続きものすごく長くなりそうだけど書いていいなら思い出すだけであの時の涙がよみがえる」あ「あ言っておくけど別に同僚の奥さんはブスじゃない特別美人でもないがいつもは普通にかわいい人だ送っていった時はすでに明け方で」 化粧なしにパジャマに髪も何もしてなかったんだからやぼったく見えて当然だと嫁もそれ言った後に罰の悪そうな顔をしたが俺はもう何も言う気力もなく寝室に引っ込んでしまった次の朝起きて朝食の時に揚げ餃子とセロリの入った味噌汁が食卓にあって なあ、本当に教わってくれよ。俺も一緒に教わるよ。一緒に頑張ろう。と、悟してみたが、無視。また悲しくて、涙が出た。それを見た嫁が、なんでこの料理じゃダメなの普通のお味噌汁と同じじゃない。と、またがん切れ。 どこが普通だと泣きながら言うと嫁も泣きながら普通じゃない油揚げとか油ものだし長ネギでしょお前これはセロリだ何言ってんのよお前が何言ってんだ会社で A にそれを話してもう疲れたもう嫌だ そんな言い逃れをする女じゃないと思うんだと愚痴った「もしかして根本的に食材の名前が分かってないんじゃない?」「A に言われよく思い出してみると嫁の作るものはいつも何かがおかしい」「味付けもおかしいんだがハッシュドビーフに豚肉鯖味噌と言って出すのもサゴシ」 ちりめんじゃこの浮かんだ味噌汁もよく出てくる。とりあえず同僚に、奥さんにはとりあえず保留ということで、申し訳ないと言っておいてくれ、と伝えて、その日から一緒にスーパーに通った。無理やり連行した。案の定、肉類は何の区別もついていない。牛、豚、 鳥の区別がついいてない「肉は肉というひとくくり」「魚は丸のままだと何の区別もついていない」「切り身になると赤身自身の区別はついていた」「煮干しとちりめんじゃこは同じもの」「干物類はちょっと大きな煮干し」という認識「アジの開きのぶつ切りが入った」 だしなしな味噌汁の理由が分かったわかめと昆布の区別も同様わかめが大量に入っている鍋物や味噌汁の理由が分かったひどかったのが野菜本気で長ネギとセロリの区別がついていないラディッシュとさつまいもの区別ができない書いてあるだろうというとスーパーで買い物なんかしたことないから 棚に書いてあってもその上のものを指すのか下のものを指すのかわからないしそもそも偽装するから信用できないそうだ一つ一つ教えたんだが「肉なんかどれでも一緒でしょいちいち貧乏くさい」とか「お店が嘘ついてるかもしれないでしょ?」と話にならない。 肉がどれも同じはずはないと思うんだが、本人曰く、ビーフステーキもチキンステーキもあるじゃない。だから同じ調理法なんでしょだとさ、えりくつすぎる。そんなこんなで、2週間ばかり、これは鶏肉で、これは長ネギだよ。今日は親子丼とかどうみたいな感じで、食材を限定して、 「なるべくシンプルな夕食を作ってもらっていた」「A の奥さんにレシピノートをコピーしてもらったんだがそれも奥さんのお母さんからの代の昭和40年代からの新聞や雑誌や料理本の切り抜きに細かく書き込みがしてあるもので嫁に見せるとまた「貧乏くさい」とか切れられそうだったので。 いいちいち俺が文章に起こして渡していたそれでもまだウスターソースに鶏肉と長ネギを入れて割り入れただけの卵をかけて焦げついたりしたものが出てきていたが食材を買うところからいちいち口を出しているので調理過程には口を出していなかったその2週間が過ぎると 急にものすごく料理が手抜きになった。ご飯は佐藤のご飯、味噌汁はインスタント、惣菜はスーパーやデパ地下。嫌になったかなぁ、とちょっと反省しながら。なあ、A の奥さんに教わるのが嫌なんだったら、お前のお母さんに教わろう。ちょっとずつさ、習おうよ。と言ってみたら、 嫁真っ青。いや、やめて。お母さんになんか習いたくない。え、ああ、そう。A の奥さんになら、習ってもいい。習ってもいいじゃなくて、教わりたいだろ。うん。 別に義母と嫁は仲が悪いわけじゃないごく普通だ何だろうこのリアクションと思ったけど嫁なりのプライドかと思って何も言わなかった A の奥さんは仕事を持っている人で正直とても多忙それから日程の調整をつけるまでまたちょっと時間がかかったその間 二日手抜きが続いたら一日は何かしら作ってくれる相変わらず味はおかしかったし謎のものも入っていたが俺はその頃割と楽観していた嫁はおとなしいし「絶対作ってるところ見ないで」と言うけれど食後の片付けも何もかもやってくれるので心を入れ替えたのかなと思っていた それから十六日後、俺が多分一生忘れられない日に、味噌汁、ご飯、目玉焼き、厚焼き卵、焼き魚、野菜炒め、鶏の照り焼き、カレーを教えるために、A と奥さんが朝から来てくれた。一日中、 朝昼晩と一緒に作ってそれなりに楽しく過ごす予定だったが嫁が朝からいない何か食材に買い足しだろうかそれとも DVD でも借りに行ってるんだろうかと軽く構えていた A の奥さんは私勝手に台所に入らない方がいいですよねと言うんでああじゃあちょっとお茶でも じゃあ私お手伝いします」とものすごく久しぶりに台所に入ったら「ああ<ー>」奥さんが俺の後ろで悲鳴を上げた仕事柄もあって着物を座った彼女がそんな悲鳴を上げるなんてありえないと思っていたんだが 俺も遅れて絶叫。壁にびっしり張り付いた宇治大量に飛び交う小林。流しにはゲル状の腐り切ったものが入ったままの鍋やフライパンが山積みそこにも宇治がうじゃうじゃいた2人で叫びまくって A もやってきて3人で絶叫驚きが終わると「もしかして俺は」 ここで作った飯を食ってたと気づいてその場で吐いた吐いて吐いて吐きまくった胃液しか出なくなっても吐いた泣いた A も奥さんも涙目だったけどうずくまって胃液まみれで俺が泣きじゃくってたら奥さんが掃除しますと 立ち上がっってて出かけていった。俺は A に連れられて風呂場に行ってシャワーを浴びてリビングで泣いていた時々吐いた奥さんはまずバルサンを焚きまくって小林を殺し壁からも天井からも落ちてくるウジをほうきと雑巾で叩き落とし吐き集め腐りきった料理の残骸を捨て 台所中にハエトリり紙を吊るしてくれた嫁が起きまくったと思われる脱臭剤にも宇治が湧いていたそうだ嫁は帰ってこなかった逃げたんだなと気づいたのは宇治まみれになった奥さんがシャワーを浴びてからのことだったその日は A の家に泊めてもらって次の日に病院に行った 嫁はその頃、友人の家を転々としていたそうだ捕まらないので先に嫁実家に連絡した義父母は「やっぱりちゃんと料理してるなんて嘘だったんだ」と半泣きだったが台所をうじ濡れにしたのはなかなか信じてくれなかった映画 俺がもう嫌だ別れたいと泣きながら繰り返すのを聞いてもしかしてと掃除の途中で撮っておいてくれた写真でようやく納得してくれた泣きながら謝られた一刻も早く別れたくて義父母に連絡した日のうちに弁護士事務所へ行った最後の方は 思いい出すすと吐き気がまだにするので、どんどんあっさりした内容になったけどこんな感じみちかさん親戚に霊能者と呼ばれている人がいる彼女の地元ではそれなりに有名で本名とは別に 近所の人は彼女のことを、みちかさんと呼んでいた。何でも、みじかと美、みちか、みちかが混ざっていて、本人曰くいい感じなので、周りにそう呼ばせているらしい。今現在は北海道に住んでおり、45歳である。彼女は、 昔東京で不動産会社の事務をしていたのだが、ふとしたきっかけで辞めたらしい。その原因は今でも話してくれない。旦那さんとはその時期別れて、子供も旦那さんが引き取っている。僕にはもともと霊感などないし、霊も怖いので、彼女、すなわち美智香さんと話すのはあまり好きじゃなかった。 初めて話したのは小学校4年の時僕が京都に住んでいた時だその時はちょうど家族で父親が昔住んでいた北海道を訪ねていたあんた家の近くにお墓のある公園があるでしょうえと僕は思ったむやみに拝んだらダメだよ 霊がついてくるからね初対面でいきなりこんなことを言われたそもそもなぜ彼女がそんなことを知っているかがわからなかったただ当時友達の間でほんの一時期拝むのが流行って僕も真似していたのは確かだった両親すら知らないことだそれ以来拝むのはやめた 二回目に会ったのは東京でおじいちゃんの葬式があった時だ。みちかさんは北海道から葬式に参加するために来ていた。後から知ったのだが、その時はすでに霊能者まがいのことを地元でやっていたらしい。その時はこう言われた。あんた苦労するよ。うん。 でも、あんたの亡くなったおばあちゃんがええ人だからね。守ってくれてるのが救い。あんたの父親も苦労人だけど、そのおばあちゃん、つまりあんたの父親のお母さんだけど、その力があるから、今は結構幸せにやってるでしょ。僕のおばあちゃんは、僕が生まれて、二三年後に亡くなった。おばあちゃんは、 僕をとても可愛がったらしい「それにしても僕はその時中学1年生だったがまたもや嫌な感じになったなんでこんなことをこの人は言うのだろうそう思っていたのだった今振り返ると僕の人生は特別不幸というわけでもないが取り立てて幸せというわけではなかった」 当たっていないわけでもない。三回目に会ったのは、おじいちゃんの何回帰かの時だ。小さい頃からみちかさんには嫌な感じを受けていた僕は、話さないようにしていたのだが、なんとなく目が合って、話さなければいけない雰囲気になってしまった。あら、元気初めてそう聞かれて、 僕はちょっっとびっくりした。別に会うたびに小言言いたいわけじゃないのよただ気になっただけだからさ」と彼女は笑って言った「霊能者みたいなことをしてるんですって?」僕は思い切って彼女に聞いてみた「まあね」と言っても頼まれた時だけ。 普通は自分からは何も言わないのよ。そんなにわかるわけでもないし、親戚だろうとね。嘘つけ、と内心思ったが黙っていた。あんたは特別よ。まるで僕の心を見透かしたように彼女は付け加えた。ところで、どんな感じなんですかレイって。 どんな感じそりゃあいろいろほんといろいろよでもどれも基本的にはさ人間の思念の残りなわけよわかるわかるわけがない個人の何かの思いが例になっちゃうわけよだからその思いを知るのが大事なのねただ 時々とんでもないのがいる私じゃあどうしようもないのが「例えば?」と僕「聞きたいの?」そう言って美智香さんは僕に例体験を語ってくれた美智香さんは知人に頼まれて北海道の K という町に行くことになった そこには2年前ぐらいから原因不明の病にかかった14歳の少年が待っていた何でも胸がずっと苦しいらしい医者の方でも原因がわからずかといって命に関わるほど危険というものでもないので入院費用のことも考え自宅療養を続けているとのことだった学校は 気分がいい時にだけ言っているらしい言ってみてさ「びっくりしたのよ本当と彼女は興奮気味に言った最初はさまあ私のようなうさんくさい人間に頼んでくるくらいなんだから当然礼がらみなのは分かってたけどさそこは 北海道地方に特有の屋根が三角に尖った普通の家だった壁はクリーム色で屋根は赤い家その時には別段変な感じはしなかったというところが家に入ると「うっ」という胸が押しつぶされる感じに襲われたらしい 知り合いに引き連れられて中に入ると、その母親が待ってたわけよ。当然だけどね。父親は仕事を休んだらしく、少年が寝ているベッドの前で正座してたわ。で、挨拶して、みちかですと自己紹介したわけ。その時、ちょっとピンと来たんだけどさ。まあ、やり流したの。何を と聞く前に彼女は続けたそれでいよいよ少年とご対面案の定何か黒っぽい服を着た人が少年の胸に乗っかっているのねその時ちょうど父親はトイレに行くって下へ行ったのよ変でしょこれから除霊をするってのに確かに変だで よーくその例の顔を見たらさ、なんとその父親の顔してるじゃない。予感はしてたけど、本当にびっくりしたわ。で、母親にちょっと事情を聞いたらさ、どうやらその子は母親の連れ子らしいのね。ははーそういうわけか、って思ったの。 その母親は三年前にその父親と知り合って再婚したんだって。で、二年前から胸が苦しくなったってことは、どうやら父親がその子を疎ましく思ったみたいね。なるほど。でも困ったことにさ、生き量ってのは私もその時初めてで、除霊したことないのよ。個人の霊なら問題ないんだけど、 生きている場合はねでどうしようか考えてたらさなんとその父親の生きが突然私の方をすっごい形相で睨んで私の胸を両手でこうグーって押しつぶすようにし始めたのよ。私もうう,うっ,ってなって。 息できなくなって苦しみながら、外出して、外出してって知り合いに行ったの。で、連れ出してもらって、玄関出たらすぐ息できるようになって。それで結局、除霊はどうしたんですか諦めた。えだって、父親が原因だなんて言えないし、 言ったら家庭崩壊だよ。そりゃ息子は良くなるかもしれないけどそのままにしといたんですかうんあの父親による思念もいつも強いわけじゃないからそのうちね亡くなるんでしょなんかでいい加減だなだって別に大金もらってやってるわけでもないし壺売ってるわけでもないしさ <laughs> まあそれは冗談として生き量はね取り扱いを間違えると本当に大変なことになる当たり前だけどね死んだ人よりね生きている人の方が思いが強いんだよその後その少年の話を聞いたが結局あの夫婦は離婚したとのことそれ以来少年は胸の痛みが消えたそうだ でもあの時一番怖かったのは美智香さんの話の最後の部分だった。知り合いが私を外に連れ出そうとした時知り合いは居間で父親を見たらしいんだけど正座して両目見開いてこっちをじーっと見てたって。 「机で右拳を震わせながらねすごい顔してた」ってそれ聞いて生半可な例よりゾーッとしたわ「別れた女」「5年間付き合った女性がおりました」 5年という月日は今思えば長いようであり短い期間でした4年目が過ぎたあたりから彼女は結婚を口にするようになりました付き合い始めた当初から私も将来は結婚しようと言っておりましたしいつかは結婚するものと思ってはいたのですしかし当時の私は 大学を卒業したばかりで、就職難民と呼ばれる身でした。我が身一つの未来も見えず、どうして結婚などできましょう。彼女は自分も働くからと申しておりましたが、男のわがまま。彼女といずれできるだろう子供を、私一人で養っていける自信がつくまでは、 結婚するつもりにはなれません。私の気持ちも分かってほしいと何度も説得しましたが、互いの意見は食い違うばかりです。愛しているから結婚したい。守りたいから待ってほしい。皮肉なことに、それが別れる原因となりました。愛を紡いだ口で、 互いを汚く罵り合い、彼女の二度と顔も見たくないという捨て台詞で、二人の関係は終わったのです。それから半年ほど経った時です。彼女から電話がありました。やり直したいと、忘れられない、愛していると、泣きながら訴えるのです。しかし、 白状と思われるかもしれませんが最後の大喧嘩で私の気持ちはすっかり冷めていましたよりを戻すつもりはないと告げて電話を切りました三日後に再び着信がありました今度は会ってほしいというのです会って話せばよりが戻ると思っているのでしょう 優柔不断で流されやすい私は付き合っていた頃は彼女に決断を任せていましたそんな私の性質を知っているからこその誘いなのですもちろん断りました次の電話は2日後でした3度目ともなるとうんざりしてきます着信表示を見るのさえ嫌な気分で クッションの下に携帯を押し込んでイルスを使うことにしました設定通りに20コールで切れたかと思うとまたすぐにかかってきます何度も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 ,何度も耐えかねて出る決心をして携帯の画面を見ると履歴は30を超えていました ここままで来るとと嫌がらせせしか思えません。ここは一つ説教でもしてやろうとじわボタンを押した時です「何で出ないのよ」耳に当てなくとも聞こえるような絶叫でした情けない話ですが私の怒りは彼女の声で縮んでしまいました 怒りを鎮めなければそれだけを考えましたふっと思いついた嘘を口にします携帯を忘れて出かけて今帰ってきたところであるそしてできるだけ優しい声でどうしたのか尋ねました <laughs> という押し殺した声に泣いているのかと思いましたが違ったのです彼女はケラケラと笑い出しましたそこから自販機見えたよね今も見える私の部屋から数十メートル離れた先に自販機があります 何を言ってて、いるのだろうと眺めて手から携帯が滑り落ちました彼女が鬼の形相で涙を流しながら笑っていました付き合っていた5年の歳月の中でも一度も見たことがない顔ですいや一度でも見たら 即座に別れを決めていたと思えるような恐ろしい顔でしたその夜は恐怖で一睡もできませんでした朝日が部屋に差し込むのを感じて救われたような気持ちになりました清々しい空気と明るい日差しがそう思わせるのでしょう薄くカーテンを開けて 自販機を見るともう彼女はいませんでしたほっとして勢いよくカーテンを開けました窓の真向かい細い路地の電柱にもたれるようにして彼女は座り込んで窓を見上げていました私を見つけて微笑みます おはよう。と、口が動くのが見えました。開けた時と同じ勢いでカーテンを閉めました。面倒なことになった。ため息をつかずにはいられません。気づかれないように外を見ると、彼女は座り込んだままこちらを見上げていました。うちには、 一週間ほどの食料の蓄えがあります彼女だって飲まず食わずでトイレにも行かずにいるわけにはいかないでしょう隙を見て部屋を出て当分友達の家を回る計画を立てて荷物をまとめましたしかし彼女は動きませんもしかしたらちょうど私が覗いていない時に 用を済ませているのかもしれませんが見ている間はずっとそこにいました四日目の夜彼女の姿がありませんでした私はようようとして部屋を出ようとドアを見て背筋が凍りました新聞受けが奇妙な形で開いています 作りが新聞を受け取る程度にしか開かなかったのが幸いです90度開くタイプだったら私はそこに彼女の目を見ていたでしょうもっと開けようと指がもがくのも見えました「ねえ入れてよ話をしようよあんなに愛し合ったじゃない」 もう一度話をしようよ脳裏に浮かんだのは長年見てきた笑顔ではなく先日の恐ろしい形相です私は布団を頭からかぶりみっともないほど震えていましたそれでもいつしか眠ってしまったようです恐る恐る布団から顔を出して音を立てないように ドアの様子を伺いました「新聞向けから赤い筋がいくつも垂れていました」「カタンと鉄の板が小さく開いて何かが投げ込まれました」「赤い筋が1つ増えます」「それが何なのか理解できると同時に警察に電話を入れました」 肉片でした。彼女は小さくなって部屋に入ってくるつもりなのですほどなくして部屋の外が騒がしくなり男性の「救急車」という叫び声が聞こえましたサイレンの音が聞こえて騒がしさが増し少しして「開けてください」という 男性の声に扉を開けました。本当は開けたくありませんでしたが、男性は警察でしょうから仕方がなかったのです。私の部屋のドアも床も真っ赤になっていました。彼女の姿はありません。すでに救急車に運ばれていて、警察の方の配慮で会わないようにしてくれたようです。 発見した時彼女は自分の指を食いちぎっていたそうです部屋はすぐに引き払いました新しい住まいは新聞や郵便物が建物の入り口にあるポストに入れるようになっているところを選びました引っ越した当初はカーテンを開けるたびに嫌な汗をかいたものです あの事件から数ヶ月後彼女が自殺したと風の頼りで聞きましたほっとしました悪いとは思いましたが安堵の気持ちが強かったのですいつしか私の気持ちも落ち着きしばらくして新しい彼女ができましたその頃からですカタン ポトカタ不規則な音が聞こえるようになりました音は玄関の扉の方からしますカタポトカタ別なところに越しても音はついてきますノイローゼ気味になり彼女とは別れましたそうすると 音が止んだのです。また時間がたってあれは気のせいだと思い始めた頃に別の女性と付き合うことになりましたそして「肩」ポト「とと」「肩」「私は今一人です」「結婚は一生できないでしょう」いや 現実に言えば私は一生一人になることができなくなったのです。彼女が扉の前で自分を小さくし続けているのですから。